ははい皆さんこんこにちは非常識なゲームコンサルタント高橋卓子です本日のテーマはどん底にいると思った時に心がけたい3つの行動ということについてお伝えしていきたいと思います、えー、ビジネスをやってるとですねあの必ずしも順風満帆なことばっかりじゃないっていうのは、まあ、皆さんね、ね長い方とかはご存知だと思うんですよ。それななりにこういろんなことをやってきてき 波とううねりが来て、まあそうだな、構築と、まあ、順調に、ね、上がっていってこういい感じにうまくいってた時とあと停滞が来てまた再構築してまた上げていくっていうその繰り返しになっていくことが多いんですけれどもその段においてうーん本人的にはですよ、まあ、私も経験はあるんですがどん底に落ちる要は底辺にいるみたいな。 気持ちになっちゃうぐらいに売上が低迷したり資源とかなくなったり残念なことになるケースってあるんですよで、この時にあの思ってほしいこととかやってほしい行動っていうのがあってそれを今日はちょっとテーマとしてお伝えしようかなって いいうふうふに思っていて、えー、本日のテーマはどん底にいると思った時に心がけたい3つの行動っていうこれををねお話をしていいいきたいと思いますまず、あのこちら、えー、どうしてこの話をしようかって思ったかっていうと私に限らず、まあ、クライアントさんもそうなんですけれども何かしら本人がどん底って思うような時に当たっちゃうことってあったりするんですよ。で まあ私たまたまなんですけどその本人ご本人がどん底って思っているような時に出会うことが多くてですね、まあ、だから、あの人生逆転とかあのどん底からのね逆転劇を作るのが好きみたいな形で私、ドラマチックですからねって言っているんですけれどもでじゃあ、そういうこう自分の中でねそれこそ人生史上 一番きついとかいう時に出会った時に二種類の人が出てきちゃうんですけれどもその一つの人はもうその逆境っていわゆる言われることに、えー、負けてしまってもうそれ以上どうにもならないっていうふうに本人が思って諦めること人生を諦めることっていうパターンとそういう状況になったからこそ今までの力とか、まあ、人の助けも全部含めて自分の力をフルに 稼働しててそれれを乗り越えてさらにに大きくなる人と、まあ、大体この2つに分かれますで私のところに来る方ないしは私と出会う方が、まあ、多分そういうご縁があるんだと思うんですけれども私自身が割と自分でそういうのを乗り越えてくるタイプなのできっと引き寄せでそういう自分になりたいってきっと思ってくださった方が私を見つけてくれてで私のところのコンサルを受ける方になると思うんですけれどもね。 でそういった時に、まあ、なぜそういう状況が起こっていてこれからどういうことになったらいいのかっていうことをエールを送るためにもね、過去の私に対して言う言葉かけも含めて今日の動画は撮っています。じゃあ、まず結論から先に言うと3つの行動って何なのっていうことをお伝えするとまず一つ目ですね。今今のの辛い状況は今までの 結果がそのまま現れてるってことを、自分で認める必要があるっていうことです。1番目です。で、2番目は、えー、だからこそ、やったことがないことにチャレンジ、しかも限界にチャレンジで、限界突破しなきゃいけない、という時期が来ているから、その試練が現れてます。はい。これはね、後から振り返らないと、わかんないんですよ。でも、あのー、やったことないチャレンジっていうのが、必要で、私も結構大きなのがね、 企業3年目に訪れた時が一番きつかったのがあってそこでがむしゃらにやったことが今の事業の根幹、基幹を支える考え方とかにもなっているのでこの2番目やったことがないことにチャレンジ限界突破というのはとても大事なことだと思います。でえー、と3番目ですね これも結構大事で皆さんすごく悲観的に考えたりもう駄目だっていう,ふうに思っちゃうタイプの方いらっしゃるんですけれども今のこの世の中のご時世でそれがうまくいかなかったからといって命を取られることはほぼないんですよだからあの必ず、えー、起死回生の道は開けるって自分を信じて動くっていうのが、まあ、基本、正しい動き方。 になるのでじゃあ、一個一個どういう状況なのかとといいいうのをちょっとお伝えしたいと思います。はいえー、とまず一つ目ですね。今までの結果としてその状態が起こっているということになります。でこれはあの誰かの例とかっていうんじゃなくて私の例からでも自分も何回か経験してるんであのお伝えするんですけれども。 例えば3年目で一番起こった時にどうしてそうなっちゃったのかっていうと、えー、私、集客をですねずっとブログを中心にやっていて毎日1投稿ないしは頻尿台2投稿とかをずっと3年間やってたんですよで。その時にちょうど精神的にダメージを受けるようなことがあってブログ毎日投稿だったブログが月に4日ぐらいしか書けない時期があって。 でその結局、露出度が減るんですよね、単純に。その状態が1か月半ぐらい続いた後の3か月後ですあの予約が止まったのが。でこれは後から見ればわかることなんですけど結局、露出が止まるっていうことはその間あの、知っててもらうことが途切れてしまうことになるのでやっぱり集客をかけようって思った時にいつものようにはいかないんですよね。 であの初めて、えー、っと集客をかけて予約が入らないとかですね3週間1か月弱予約が入らないっていう経験をしたことがあってすごくねねもうね油汗状態でびっくりですでお金も結局予約が入った状態でその事業というか回してましたからね家のお金と事業のお金別にしてましたし。 でそうすると、まあ、入ってこないから入らないわけですよでギリギリぱいのところまで当然努力はしますあの節約とかねそういう努力、まあ、当時でいうといわゆるちょっと余剰金的なものであるうーんヘアサロンに行くとかジムに行くとか飲み会に行くとか本を買うとか、えー、お菓子とかそんな買わない人でしたけどね食べるもものとかランチも 極力減らして自分のパン教室だったのでパン教室で作った冷凍のパン6個作ったら1個ずつ解凍しながら食べるとかそれぐらいまでして極限まで節約とかしたりしていたんですよ。まあ、それでもあの毎月毎月レッスンが入ってくるのが当たり前だったからそれが止まるっていうことはそれだけのもの節約だけではどうにもならないので、まあ、あの言いたくはなかったんですけどね。 あんなに事情を説明して「集客失敗した」って言ってあの「この1ヶ月どうしても乗り切らなくちゃいけないので家からお金を貸してください」って言って、まあ、それで家のお金を借りてでですすねやったんですよで結構自宅教室業をやる人ってその辺りの感覚がすごく甘い方とズルズルな方が多くて家からお金を借りるなんて感覚ない人多くないですか あの普通に自分が、ね、家計とか握ってる場合だと家のお金から教室のお金結構出しちゃってる方多いですよね赤字の時とかね私授業の中だけで回していたので家のお金って手をつけてなかったんですよでもねその月だけはねマイナスが出ましたねうんであまりそういう状況を出したくなかったのは、えー、と個人事業の独立が失敗したら会社員からの独立だったのでうまく稼げなかったら もう一回会社員に戻るかみたいなことを言われて独立 OK されていたので,で私、会社員に戻ったら多分、営業職だったらもう一度あの当時だったら就職すれば多分営業で売れるなと思ってたんですけど自分に、まあ、あの縛りを課すためにですね、うん、学生の頃にやった一番体と精神力がきつかった新聞小学生をやるとうまくいかなかったらねそれを宣言して授業をやってるんですよ。 だから赤字になってるなんてことは言いたくないんですよ、基本。うん、でもね、ねその時はだってどうしようもないです入らなかったから予約がだからそれはたったそれをサボっただけでって驚くかもしれないけど当時、まだあの常に発信し続けるのが当たり前だった状態の不安定な時これがもうファンがついちゃって割と大丈夫っていう状態になってる状態だとそうでもないんですけど。 当時だとね、やっぱそれがもろに影響を及ぼすっていうことが後で分かったですだから自分ががやっったことととちゃんん結果として返って返くるんですよ。だからどん底にいるっていうふうにもしも思う方がいたらどん底になる要因を私の場合1か月のサボりっていうかやらなかったことになりましたけど数年かけて作ってる可能性がとても高いんですよ数年かけてだからじわじわと。 そういうふういふにどん底の落ちていくところに至る要因を数年かけて作っている方が多いなっていうのがコンサルティングをやってお話を伺うときに一番感じることですもっと手前で気づいてやってればそこまで痛くないはずだったのをなんだかやり過ごしたり大変だなって言って自分をごまかしながらとかやって。 どうしようもなくなった時に初めてどうするかっていうことになったから今の結果は全て過去の自分が何かをしているから今の結果が出てるっていうとても至極当たり前のことが起こってるってことをまず、ね、認識する必要があって誰のせいでもないし変に自分を責めることもないんですよ過去の結果なだけだからそして、その状態を自分が気づかなかったか蓋をしてたか大体どっちかなんです。だからもう残されている道は一択で いい上がるしかないんですよということで2番目につながるんですけどやったことがないチャレンジ限界突破ですこれをするために多分神様が与えてくれてるタイミングなんですよやってこなかったからそうなったやり過ごしちゃってるとそんなことをしようと思わないじゃないですかいや私もその時に超本気になってあの片っ端からやれることを全部やりましたねその時は普段やらないようなことも含めて。 えー、停滞してた内容とか、まあ、発信も2倍から3倍発信量をかけて言ったりとかでもね、ね結果ってすぐ出ないんですよ落ちていくのにも数例えば数年かかった人って上るのにも数か月から下手すると1年かかっちゃうんですよじっくり落ちていった場合にはですよ。なので、あのー、1か月ぐらいだからやっぱり1か月以内で私は立ち直れてるんですけれども。 あの期間が短い間に集中的に動けばどうにかなる程度の朝傷と同じどん底って本人が思っててもですね長時間かけてどん底に落ちた場合はね這い上がるのも結構大変です多分なんですけど時代の状態に合わない状態をずっとやり続けちゃったから時代に追いつかないといけないんですよその時代に追いつくの巻き戻し分が数年とかになるとかなりしんどいので ここはやっぱり、あのー、うまくいかなくなり始めたなと感じた時にやっぱ察知する能力っていうのが必要になってでなっちゃったらやったことがないことにチャレンジやってなかったからそうなってるんですよ大体で私その時に2つ大きな、あのー、成果を得ることができたのが1つは事、えー、業体制の組み直しです 要は予約が止まってゼロになるっていう体制はもう嫌だってその時思ったんですよなので、えー、と月額会員サブスクの仕組みを入れようっていうふうにその時思いました事、えー、業の半分から70%サブスクで月額の例えば100万欲しかったら70万まではサブスクで見えてるっていう状態しかもそれが年間で見ても7割まで見えてるっていう状態を作るっていうふうに体制変えようってその時すごく思って。 サブスク月額会員の仕組みですね今は割と皆さん普通にやられてますけど当時は珍しかったやってる方ももちろんいら,いらっしゃったんですけど教室の先生でサブスクとかいうのを言ってる人って少なかったと思いますね、うん、当時、うん、でその仕組みを学び導入し始める試行錯誤がその頃から始まりました今はもちろんそれによってその基盤が月にまあ数百万とかいうお金が入ってくる状態を作ることはできているんですけれども 当時はそのピタッと止まってゼロになった経験があったから変えようって本当に真剣に勉強したのが1個です。でもう1個は、まあ、出会いとか、ね、タイミングがあったんだと思うんですけどスピリチュアルってあのなんか意思が弱い人がやるものとかあのそんなになくてもできちゃってれば別にいいよねっていうタイプ現実主義者だったんでそういうタイプだったんですよ。 だけれどもそういうきっかけになった時にわらにでもすがる思いで何でもやったことがないことをやるっていうのの中にスピリチュアルの理解っていうのがあってなんかうさんくさいとか騙されそうとかなんかかわされそうとかねそういう感覚があったんだけど、まあ、信頼できる人から紹介された、まあ、そちらのね系の世界の方ですよ。でその方から、まあね、カードリーディングとか教わったりとか読んでもらって。 あまりにもその自分の課題が正しく把握できたのであそういったアプローチもあるんだということと量子力学って自分が考えたようにそう,いうになっていくっていうのも、まあ、ちょっとスピリチュアルマインド的な話になるじゃないですかそういう話を聞くにつれて自分がなぜそういう状態に陥ったのかっていうのを客観視して分かるようになってでその考え方とかもまあ勉強したりとかして扱うようになったからコンサルの幅が広がったんです。 そちららのの方かかアアプローチでクライアントさんを導くとかねだから新しいスキルが身についたんですねスピリチュアルの領域をその時に何でもやるんだって決めて普段やってないことをやったから手を出したのでできるようになったっていうそこがあるんでやったことがないチャレンジするにはどん底の時が一番なんです何でもやるはずだからってやったりしたいこれはね一つ大事なことなんですで3つ目です 命は取られないいととうことですものすごく悲観的に考える方いらっしゃるんですけれどもあのそうそうそれによってあの命を取られるほどの重大事になることは少ないです教室業レベルで。うん、だからあのそこのねも,も,もしかしてご飯があのいいものが食べられない可能性はありますよね。私もパン自分が作作った試作のパンを 1個と紅茶みたいなめちゃくちゃ栄養バランス悪いんだけどそんなお昼とか朝とか夜はちょっとやっぱりお野菜とかね食べたりとかしましたけどそれぐらい食費も削って、はい、娯楽も削って限界態勢に入りやったっていう感じをした,したんですよねでも死にはしないです別に。楽しみのところは 今は耐える時期と思ってね、減らしただけなんで。結果、あのー、1ヶ月ぐらいで状況が変わってその考え方が変わったことによって減少が変わってで予約がもうひっきりなしにまた入るようになったんでその年1年の数字の動き的には、えー、うっすらこう上がってきてドーン下がって。 でその後ギュンって上がって着地したっていう感じなんで結果、右肩上がりの1年で終わったっていう感じだだったんですよねだからあのー、3つの行動っていうのはまず結果がそうなってるっていうのは自分がやったんだということを受け入れてだからこそやったことがないチャレンジをしてで必ず道は開けるって3番です、ね、自分を信じて動いていく。 っていう、そこの3つが必要なんだろううねって思うんですよ。だからこの分析間違えるとあの自分はできないとかね諦めるとかそういう方向に行ってしまいがちなんですがあの必ずそうなるっていうことになった要因作れてるってことはそうじゃない要因も作れるんですよね。なので今までの自分を見直すにはものすごくいい機会になると思います。だから あの逆境に陥れば落ちるほどすごくね成長するチャンスだなっていつも思います小さなことでもでもす。特に今はいろんな、ね、あの時代の流れがどんどん変わっていって新しい技術とか覚えなくてはいけないこととかいろいろあると思いますコロナの時には Zoom とか覚えるべきだったし今 AI の方とかね覚えなきゃいけないで AI の発達によって各種ツール SNS とかのツールの使い方 が YouTube もてます。ユーチューブも,も Facebook もなんとかもって言ってねその中で自分がどこを選びどういうふうに頑張っていくのかっていうのも、まあ、選択肢として考えていかなくてはいけない内容になっていくんですよねだからあの苦境にいる時ほどよりいい次のステージに上がる一番ターニングポイント にな,って,るんだなと思って、辛いかもしれないですけれどもあの明けない夜はないので必ず開けます道がねなのでそういう方にこそエールを送っっっててて頑張ってもらいたいいたなとううふうに思ってます私もあのその時が一番きつかったですけど今でも小さなことでちょいちょいあやってこなかったのが今やるはめになってるなって感じることしょっちゅうありますから。 はい、その都度あるなって感じたらその都度チャレンジしてますので一緒に、ね、頑張れたらいいかなと思ってます。ということで本日のまとめですどん底にいると思った時に心がけたい3つの行動まず1つ目、今までの結果としてその現象が起こっているということを認める2つ目、やったことがないチャレンジをする限界突破これがポイントです3つ目、命は取られない必ず新しい道が開ける。 という状態を信じてぜひ頑張っていっていただけたらなと思いますはい、以上ですそれでは